皆様こんにちは。 LJL2021 ウィーク2の模様をお送りしております。さあゲーム3デトネーションフォーカスミー VS クレストゲーミングアクトはデトネーションフォーカスミーが勝利いたしました。さあこちらの試合振り返ってまいりましょう。リクルートさんいかがですか。いやそうですね、本当にものすごい、どんでん返しというか攻防が激しい試合だったんですけど、はい、まずは、デトネーションフォーカスミーが勝った大きな要因として一つ目のポイント、ユトヘラルドのタイミングですね。ここに関してここまでのところではクレストゲーミングアクトが見ての通り3キル先行していて有利を掴んでいる状況だったんですけど、ローテーションを一気に変えてヘラルドの球回りをデトネーションフォーカスミーが抑えて、逆にクレストゲーミングアクトとしてはボットサイド特にミラン選手にゴールドを集めていく動きっていうところにシフトしていったっていうところなんですけど、クレストゲーミングアクトって今までの、ゲーム1を見てもそうだったんですけど、ナップ選手、カシン選手、ネヒョン選手、この3名が中心となってゲームしていくっていうところが中心だった。でミラン選手はどちらかというと全体のバランスを保つために動くことが多かった中で、今回は彼にゴールドを集める動きっていうのがこの時間帯発生したんですね。でミスフォーチュンの動きであったり、役割を見てもダメージを出すっていうことよりは全体的なバランスを取るっていうことをクレストゲーミングアクトは求めている中で、このような、トレードになってしまった。むしろデトネーションフォーカスミーがこれを狙ってローテーションを仕掛けたっていうのが一つ大きなポイントでしたね。そしてその後集団戦でのこの動き、タワーシージのところでのダメージの出し方ですよね。カズ選手のエンゲージから全員の AO4 コンボ、これが2つ目の分岐点だった、これはもうカズ選手があっぱれ、というような形のエンゲージでしたし、実際インタビューのところでも練習通り行えたよということをおっしゃられてましたから、この2つがデトネーションフォーカスにとっては大きかったのかなと思いますね。この2つが大きなポイントということで、家川さんいかがですか。いや本当に集団戦の強さっていうところが際立ちましたよね。あとはリクルートさんの方からも説明ありましたけど、やっぱそのトレードの意識っていうところもあって、その自身が得意としている集団戦までの時間っていうところをしっかりと作り出すことができた、あとはあのウディアの活躍っていうところは見ててすがすがしかったですね。はい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 、すごかったですね。あれだけ速い速度でね迫られてしまったら、CGM も結構そのサイドを使ったゲームっていうのは狙ってたと思うんですよ。でもあれでサイドレーンに長時間いると一気にこうウディアが近づいてきてエンゲージされてっていうのがめちゃくちゃプレッシャーあったと思うんですよね。なのでこう CGM としても行きたい行きたいとは思っていてもなかなか行けなかったっていうところだと思いますね。いや本当ですね。さあこの試合ね明けてね僕らの唇が潤ってますが、これリップ塗ったんじゃなくてケンタッキーいただいたというか最高でしたね。非常に美味しくいただきました。はい、さあ続いてゲーム4参りましょう。ゲーム4福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS デトネーションフォーカスミーについてですが、まずはスターターから確認してまいりましょう。こちらでございます。さあまずは福岡ソフトバンクホークスゲーミングのスターターでございます。トップアパメン、ジャングルタッスル、ミッドダッシャー、 ADC ゼニット、サポートコーポラルとなっております。さあ続きましてデトネーションフォーカスミーのスターターです。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドアリア、 ADC ユタポン、サポートカズとなっております。さあ続いて両チームの注目選手でございます。福岡ソフトバンクホークスゲーミングはタッスル選手、そしてデトネーションフォーカスミーはスティール選手ということですが、こちらいかがでしょうか。そうですね、注目選手としては両チームのジャングラーをこう上げさせていただいたわけですけれども、まずこの2チームの戦いにおいてはこの2人のジャングルの駆け引き、特に序盤っていうところがちょっと注目ポイントになってくるんじゃないかなという気がしてますね。というのもウィーク1でのデトネーションフォーカスミーの勝利、2連勝でウィーク1を終えたわけですけれども、結構その試合内容的には不利を背負っていく、序盤は不利を背負っていくシーンが多かったんですけれども、ただジャングルで取られた有利っていうわけではなかったんですよね。ジャングルのスティール選手だけは常にこう相手のジャングラーに対して有利を持ちながら、そしてこういった要所要所で、ここがホグレッツ選手なんですけど、この後見せるようなシーンでですね、要所要所で相手のプレイヤーをキャッチしたりなんかで有利を返していって逆転っていうところがあったわけですよね。で逆に、こちらの SHG とアヤクシズのホグレッツ選手がタワーダイブをするシーンなんですけれども、タッスル選手はこのタイミングで別のところで何かカウンターの動きを取る必要っていうのがあるんですよね。それをしないとこのようにキルを取られた段階で有利を一方的に手放す形になる。ただちょっとこの試合に関してはタッスル選手がその動きができてたかっていうと疑問が残る部分があったんですよね。なるほど、実際このシーンもこの後のラプターを勝って、っていうところのスティールのみに留めていた
この後のシーンもそうですが、リュータイラードミッドレーンにこの後出していくんですけど、そのタイミングでホグレット選手はまたしてもトップレーンに眼光している。タスル選手はカウンターでヘラルドをミッドレーンに召喚して有利を取ろうとするんですが、ただパワーを入れ切るところまでには確か至らなかったはずですよね。そういうところでこのリアクション相手の動きに対してのカウンターの動きっていうところでちょっとうまくいってないポイントがありましたね。逆にステイル選手はこのような形で相手のガンクに対してのリアクションや自分がこうビーバブルを使いながらガンクをしていく動きっていうのを積極的にウィークは狙っていけた、はいはい、それがやっぱりこのデトネーションフォーカスミーが2連勝した要因としては一つ大きかったのかなというふうに思いますね。そこが要因だったっていうことですね。ガンクのセットアップから集団戦この少数戦のところのダメージの出し方に至るまでスティール選手はかなり完璧でしたしね。なるほど、まあ、ですからちょっとこのジャングルの駆け引きっていうところに言いますと、はい、ウィーク1の状況ウィーク1の状態でこの試合をそのまま行くことになると、はい、デトネーションフォーカスミのスティール選手が、まあ、おそらく勝っていくだろうということになるわけですよね。はい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 、まあ、ですからそのタッセル選手に求められている動きとしては、はい、まあ、レーナーがやはり福岡ソフトバンクホークスゲーミング打者選手をはじめ非常に強力ですから、はい、それを生かしながら相手のジャングルに対して、まあ、入っていくですとかそういった自分たちからこう積極的なアクションを取れるような動きっていうのが見ていきたいですね。まさにそこのジャングルの駆け引き大事になってくるんじゃないかと、はい。さあそしてもう1点注目ポイントということでサポートのエンゲージのタイミング、これも大事なんじゃないかということなんですけど、そうですね、はい、まあ、まずはデトネーションフォーカスミーの方から見ていきたいんですけど、はい、ウィーク1のところでは、はい、結構そのカズ選手が突出して1人でエンゲージをしてしまうっていうことがあったんですよね。このシーンがまさにそうだったんですけど、はい、もう会津さんもそうですね、びっくりしてなぜ行ってしまったんだというような実況が飛び出すほどちょっと不用意な立ち位置を取ってしまった。ただこの後カズ選手もう一度エンゲージのタイミングがあるんですけど、そこでは素晴らしいエンゲージを決めるんですよね。なるほど、はい、このタイミングですね、バロンを始めて相手を近づかさせて自分は後ろからエンゲージをすることによって相手のキャリーに直に届いていくというようなエンゲージをこの後するんですよ、はい。この辺りはやっぱり、ポジショニングの素晴らしさ、エンゲージタイミングの素晴らしさっていうのがあるので、先ほどの試合でもレルの素晴らしいエンゲージがあった通り、はい、ああいったプレーを毎回毎回行えるとデトネーションフォーカスミーは一気に安定感が増すのかなというふうに思いますね。カズ選手ね、ヒロインタビューでも言ってましたもんね、はい、まだまだ自分のミスが多いからそこを修正すればみたいな言い方しましたもんね。まあ、なんかこれに関しては結構個人的な見解を言うと、割とそのセットアップされた集団戦、オブジェクトの前とかですよね、ドレイク前ですとか、先ほどのその試合で良かったエンゲージのシーンを振り返ってみると、あれもタワーの前だったじゃないですか。まあ、ああいったその何かオブジェクトを巡っての集団戦の組み立て方っていうのはカズ選手非常に見事なんですけど、なんていうかその突発的な戦闘、あ、相手が浮いているな、キャッチしようっていうような時のエンゲージ判断が少しミスがあるのかなっていうふうに感じてますね。まあ、ですからそういったところに気をつけて、まあ試合を組み立てていってエンゲージをしていくのがいいんじゃないかなという気がしてますね。やっぱりそこはコーチの経験が大きいから、ターン周りとかはそうですね、やはりそのオブジェクト周りの戦い方っていうのは心得てるんだと思います。それで逆にそのコーポラル選手の方、はい、もうちょっとその自分のエンゲージするタイミングと味方とのちょっとコミュニケーションというところでミスが若干あるような、ウィーク1だったんですよね、はいはいはい。そしてこのウィーク2での先ほどの戦後ゲーミング戦というところを振り返ってみても、はい、ちょっとその集団戦の組み立て方というところでミスがあったので、まあ、それはもう完全にコミュニケーションのところのミスなので、そこをどのようにこう修正してこのデトネーションフォーカス2戦に臨んでくるかというところは期待したいですね。なるほど、そこの修正点どうなるか注目ってことですね、はい。さあそれでは参りましょう、ゲーム4でございます。福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS デトネーションフォーカス2の試合、まもなくです。さあ本日は LCL2021 スプリングスプリットウィーク2の模様をお送りしております。この後はゲーム4、福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS デトネーションフォーカスミーです。実況活動、そして解説にはリルベルトさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあちょっとアナリストデスクで、まあ、カズ選手の話も出てたので、まあ、先週リールさんから聞いてて僕は面白かったのは、リールさんは元選手でこうプロからもう選手から離れて一番空いてしまう、感覚的に空いてしまうのがその視界の広さっていう話をちょっと聞いたんですけれども。そうですね、やはり現役バリバリでプロをやっていると
まあ、いろいろなことに余裕が出てくるのでその分視野が広くなっていくんですが、なかなかプレーから離れているとこう大きな味方の全体的なポジションだったりとか、その前までの敵の位置関係から予測した今敵この辺でばらけてるよねっていうような細かい視野っていうのがなかなか難しくなってきますね。そこが少しずつ戻ってくればというところなんですよね。そうですね。ただ先ほどのアナリストデスクでも、おっしゃっていた通り、まさに重要なオブジェクトタイミング等では味方がきっちりと寄っているケースの方が多いですし、まあ、そういうシチュエーションに限定してエンゲージしていくというのも修正方法としてはいいんじゃないかなと思いましたね。なるほど。さあそれでは続いての試合のドラフト見ていきましょう。サイドの選択権 SHG が持っていましたがレッドサイドを選択したようです。リリア、タリア、そしてツイステッドフェイト、ウリアの番です。 SHG としてはまあミッドトップもしくはサポートのところでのカウンターピックをきっちりと狙っていきたいというのに対して DFM はまずリリア番。この後あとオラフどうするかですね。ウリアを自分、まあ、SHG 消しているのでこれでFM としては取れたら御の字ですよ。そうですね、まあ、ここ基本的にはオラフバーン一択なのかなとは思いますが、そしてカイサを取るみたいな。そうですね。ん？おー、開ける、渡した上でカイサは取りたいと。オラフかカイサどっちにしますかという選択になりますか。 DFM としてはカイサ取らした上でのザヤというのも十分これまで結果を出していますから、オラフを取って、そうですね、オラフ最優先、その上でカイサーを上げて、まあ、アフェリオスなのかザヤなのかっていう部分でボートレーンの主導権を取っていくっていうのが狙いになってくると思いますね。カイサーと、まあ、ジャングラー後回しにしてもいいですし、何か欲しい、まあ、よくあるのはここでサポートを取ったりとかっていうのありますが、アフェリオス優先ですか。こうなると FM 的には AD キャリーの候補何になるんでしょうね。そうですね、アフェリオススレッシュでボートレーン安定させた上で、まあ、元々レッドサイド選択した狙いであるトップミッドのカウンターから上サイドでゲームを作っていくというのが狙いになってくると思いますね。これカイサーピックしづらいですか。してもいいと思いますけどね。プッシュ主導権は取られてしまうものの、まあ、別にレーンが圧倒的に不利になるというマッチアップでもないですから、まあ、集団戦が非常に強力な DFM としてはその集団戦にパワーを発揮しやすいカイサーというのは選択肢としては悪くないですよね。さあカイサ、セラフィーン、スレッシュに出しますか。 LCK でも出した試合あったんですが、はい、一度レーン主導権を取るとセラフィーンの側は圧倒的に強いと、うん、ただ AD キャリーがそこまで、まあ、ハラスであったりフォークに長けたチャンピオンではないので、かなりこれサポート運用するのであればカズ選手にかかる負担というのは大きいですね。こうなんかセナとセラフィーンでみたいなのがあったりしますね。そうですね、あとフォーチュンとセラフィーンで、はいはいはい、フォーチュンの E に合わせて E を当てることによって、まあ、かなり高い精度でスネアからのハラスを行っていけるっていうのが運用としては多いんですが、さあ本日2度目 LGL2 度目のセラフィーンですがどうなるか。 SHG はジャングラーを消される前にグレイブスを抑えました。さあそこからバンフェーズ2、オリアナの番から続いてビクター、先出し安定するメイジを消しに行ってますかね。あとはゾーイですよね、まあ、オリアナですとオラフとの相性がいいというのもありますか。そうですね、こうなるとカウンターミッドを狙うダッシャーを一つ戦略に主軸として組み込む、そういうことにもなるでしょうか。もともとの選択肢としてはオリアナ、ビクター、ゾーイの2体を消した上で空いた1体ブラインドピックだったのかなと思うんですが、開始でビクターをバーンされたことによってここで DFM としてはゾーイをバーンする選択肢ができたと。なのでカミールバーンした上で8ロックス先出しを狙っているのかなというセカンドバーンフェーズにはなりましたが、ガングプランクをまあ後に当てられるのも嫌ですし、ファームされるのもというところでバンしましたね。レネットン先出しにはナーが待ってはいるんですが、
あとグラガス空いてますよ。そうですね、レネクトンにはグラガスっていうのは結構主流になってますよね。なってますね。ただ、うん、やはり紙色版したのでエイトロックス、これ比較的トップサイドゲームが DFM としては狙いやすいので、そうなると、おっと、ミッドセラフィンですか。綺麗にフレックスとして使ってきましたが、ただ結果として SHG がミッド先出ししなかったんですよね。で、まあ元々サポートは出ている中だったので、まあ、効果的なフレックスの運用方向にはならなかったですね。おお、ミッドセラフィーンですね。 CC はすごいですね。これレルの WR からのエンゲージにセラフィーンまで入るとトップにも CC すごいことになってきましたね。グラガスでロックイン、おっと、あ、トップレーンは勝負レーン作りましたね。ミッドボットが DFM としてはどちらかというとファームをして集団戦にっていうような、マッチアップになってしまっているので、まあ、オラフを取った以上育てればアドバンテージになるレーンを作っておきたいということだと思いますね。さあ、これソロレーンのマッチアップがかなり面白いんじゃないでしょうか。ガリオゾイカ変えましたね。これ両チームとも面白いなと思ったのが、アレア選手、ダッシャー選手といえばもう LGL でもトップのミッドレーナー、もうキャリーを使わせれば大暴れっていうタイプですよね、はい、にもかかわらず両チームとも今回はコントロールタイプ、どちらかというと集団戦での CC 要因にしてきましたね。面白いですね。面白い変化ですね。ここその上でこのマッチアップですよ。LJL でも、まあ、セラフィンがいたりアカリがいたりっていうところでまだないですよね。そうですね。これはどう見ますか、リーデさん。トップのマッチアップに関しては、昨年からどちらかというとアカリの方が有利取っていくよね。ただ、まあ、最序盤はそこまでアカリ自体が強くないので、まあ、レベルが上がるごとに装備ができることに有利になっていくよねっていうね。ミッドに関しては本当にわからないですね。プッシュ主導権は当然射程の長いセラフィーンが取れそうなんですが、インファイトになれば当然ガリオが強いと、ガンク合わせっていうことを考えるとガリオなのかなとは思いますけどね。まあ、セラフィーン非常に柔らかいですから、まあ、捕まるとすぐデッドしてしまうというイメージはかなりあると思いますが、ただ同時にガリオの E を見てから W でムーブスピードアップをして避けるっていうのも可能なのかなというところがあるので、うーん、まあ、なんならアリア選手ですからね。そうなんですよね。さあ面白い構成ですね。これなんかセラフィーンのアルティメットのアンコールが煙幕の中の明かりにも当たったらなんかめちゃくちゃ伸びるみたいな、いろいろ見れそうですね。やりそうですね。あと、まあ、きっちりとしたフロントラインとしてスティール選手やカズ選手を使うレルがありますから、まあ、アルティメット比較的決めやすい構成というのはきっちりと作ってきたのかなと、うん、でフロントラインがしっかりした上でカイサがバーストエビ選手はバックラインを狙っていくと、構成の狙い自体は非常にしっかりしたところがありますよね。 SHG はファーストセカンドで取ったアフェリオスとスレッシュのレンガは一つ主軸勝負レーンですよね。ただこの2体レーンは安定するんですが、はい、圧倒的に有利を取るというのは難しい、組み合わせになっているんですよね、うん、というのもやはりアフェリオスがどうしても序盤あまりダメージが出るチャンピオンではないといったところがあるので、んー、まあ、ボットというよりはミッドジャングルで主導権を取って一旦アパメン選手を育てに行くっていうのが基本的な狙いになってくるかなと思いますね。両チームトップに寄り添いますか。そうなってくると思いますね、まあ、何よりでもミッドの主導権がまずは大事ですね。さすがにセラフィーンが取れそうな感じもしますが、ただガリオが後出しなんですよ。そうなんですよ、後出しで取ってきたというのが面白いところではありますよね。さあトップレーンからミッドレーンにかけてのお互いのリードの奪い合い、そこから、まあ、どのようにトップのエビ VS アパメンの、まあ、ラインにかかってくるかですね。ジャングラーもお互いにまあ、そこそこのクリアスピードに加えてガンクも比較的期待できる、まあ、特にレイニー CC があるのでグレイブスも期待できますよねっていうマッチアップになっている分だけ、やはりミッド主導権取った側が圧倒的に動きやすくなるのは間違いないですね。
さあ面白い、まあ、新チャンピオンが、まあ、2体ピックしていったデトネーションフォーカスにどんな試合になるのか楽しみにしながら見ていきたいと思います。さあ始まりました LJL2021 スプリングスプリットウィーク2ゲーム4福岡ソフトバンクホークスゲーミング VS デトネーションフォーカスミーの試合スタートです。さあ早速リバーにワードを置いたんですがこれは DFM 破壊に成功ユタポンが CS を取りました。面白いラインで入ってましたね。まあ、ボットレーンの主導権を確定させながらインベードも見てっていうところでしたね。さあこちらキーストーンです。まあ、やはりダッシャー選手は動くことを前提としたプレデター、そうですね。さらにはあエビが、まあ、フリードフットワークもそうなんですがイグナイトを持ってますね。そうですね、レベル6からのキルラインというのは明確に狙ってますね。ただ最近トレインの動きで多いのがインベイドの時間帯にこの真ん中のブッシュにワードを刺して赤トリンケットに変えるっていうのは結構流行ってるんですよね。これによってブッシュ主導権がサポートの間で発生するので結果プッシュ主導権それがつながっていくというところで、まあ、きっちりそれを生かしながらカイサが、フリーでミニオンを殴れるシチュエーションを作ってあとはカイサのプッシュ力を生かして連の主導権を取りに行きますね。さあレベル1仕掛けていくのはカズとユタポン。コーポラの体力が減っていくイグゾーストを使う形になりました。ゼニットヒールはオーゾーンオンゾーン、カズイグナイト使用、おっとクラッシュアウト仕掛けていきます。デトネーションフォーカスミのボットレーン、このダメージトレード、あとはフラッシュを取った動きは非常に大きいですね。こうなってくるとエビ選手を使うアカリ、そこまで序盤からリソースを必要としないチャンピオンなので一旦ボットサイドでのキルを狙いながらというオプションも出てきましたね。まあ、あとはカズが動く可能性も出てきますが、いやーエアブリッツ君なんか新チャンピオン大好きですか。 63%あとはまあオラフに加えてカイサまで取れたと、今 OP と言われるチャンピオンが2つも取れたというのも数字に表れてそうですけどね。現れてそうですね。さあトップレーンサイドから始まったお互いのジャングルのスタートですが、まあ、やはりファームが大事というところ、ボットレーンに寄り添う形にはなってはいますが、フラッシュがないのはゼニット、先にリバーにタッセルが入っています。これウェーブ状況も綺麗に DFM 作ってますよ。ワードは刺さっていますが、さあフラッシュインから仕掛けに行った、ゼニットに CC は入っていませんが先にコーポラルを捕まえた。コーポラルここでフラッシュアウト、オノは届いていない。ゼニット逃げられるか、おっとフラッシュインからユトボン狙いに行きましたが、あと一発足りなかった。 SHG 生き残りました。ギリギリのところで、ただちょっと惜しかったなというのがフラッシュを落としたゼニット選手ではなく、まあ、W が入ってしまったコーポラル選手の方を優先してフォーカスしてしまったというのがもったいなかったかなとは思いますね。即座に切り替えてもという立ち位置でしたよね、ゼニットが。そうでしたね。そうすればなんか落とせたような、うん、まあ、ランタンがおそらくあった状況なのでランタン回収を警戒しての選択でしたかね。落としきってやろうという判断ですかね。さあこれでユタポン、カズもフラッシュがダウンです。落としたリコールを止めることに成功。カズが先に動きます。赤タリンケットを持っていますね。ここはダッシャーブリンクを使ってプレッシャーをかけて一度アリア選手のリコールタイミングを作るヘルプの動きですね。スティールの位置というのはトップレーンアパメンが押し込んでいましたからワードをしっかりと受けています。これジャングルのプレッシャーによってエビが前に出ることができる。いやいいダメージですね。イグナイトもあるので
体力が減ったのを見てアパメンリコールに入りました。テレポートは使用します。さあボットレーンではビッグウェーブを作ってコーポラルの打ち壊しも入ってタープレート1枚 SH 獲得。先ほどのボットガンクで結果としてはキル入らずフラッシュ状況もイーブンにすることができたので、こうなるとまあ本来のマッチアップ上の強みである SH 側がプッシュできる状態にはなってきてますね。まあ、同時に怖いのがオスとガンクがやはり怖いですよね。レベル6仕掛けに行ったぜ。イグナイトを使いましたがここは一度下がりました。なんか予定通りじゃなかったんですかね。白旗上げてましたけど、そうですね、やられたよっていう妹出してましたね。さあレベル6になったアリア、ダッシャーより先に動く英雄降臨で追いつくことはできそうですが、さあそしてトップレーン1対1アパメン、うまくダーキンブレード当てフラッシュに仕掛けて援護の鎖入ってあと一発ファーストブラッドソロキル。アパメンこれは大きい。まあそもそもフラッシュがない状況に加えてアルティベットも使った後だったので見えてますね。アパメン選手見えてますね。さあボットレーンで主導権は SHG 取れています。ドラゴンに触れますね。ここまで危ういシーンはありましたが結果的には SHG 順調な流れができそうだ。さあリプレイから体力はそもそも減ってはいましたが、うん、ここで飛び込んできたというのが加えて煙幕がない状態で出た瞬間を狙ってフラッシュインから基地仕掛けていきましたね。ここ冷静でしたね。本当に昨年度からアパメンのこの辺りのアグレッシブなプレーというのは光ってますよね。しかもその昨年度の暴れ回るプレーをまあ見せたのがこのエイトロックスでしたね。得意チャンピオンですよね。はい、USG 時代にペンタキルしたこともありましたね。ありましたね、バロンスティールを同時に行った試合もありましたが、ここファーズに束縛のクリップからキックを引っ掛けますがここはジャングラーも来ていませんから体力のトレードに留めます。 DFM としてはこの辺りの時間エビ選手がイグナイトが上がってアルティメットもあるという時間を見計らってトップサイドでのアクションを増やしていきたいところですね。CS の有利というのはエビつけることはできていますがファーストブラッドだったのでひっくり返っているでしょう。おっとダッシャーの置いたワードはすぐさまスティールが破壊に成功。そこにやってくるのはトップレーンタッスル、スティールよりも先に入れそう。コーポラルもミッドに動いています。ここはコントロールワードがあったのでおっとスティールとエビでタッスルに対してのプレッシャーをかけに行く。イグナイトはまだ上がっていません。アリアとカズも寄ってはいる状況。ただしダッシャーの英雄降臨があるぞ。さあワールドエンダーから前に出る打ち上げはラグナロクで入りません。ヘラルドをめぐっての攻防ですがここは SHG が流れを握るか。やったら諦めない。このタイミングでゼニット選手が帰ってしまうと人数の有利というのはなくなってしまいますね。ユタポンはボットレーンを押し込んでプレートの破壊に成功。そこにゼニットも戻ってきました。さあ4対4トップレーンの2人が抜けて3対3か。スティールはヘラルドを続行中。さあ斧が入った。そこでタッセルが前へ。しかしこの状況からですが仕掛けていくのカズ、そこに対してのアンコール負担に入った。ダメージは足りるか。トップレーンから寄りも入ってくる。スティールとカズが少し体力が減っている状況です。ここにアパメンが合流。横からエビがプレッシャーをかけてタッセルに体力をみるみる削れていく。あと一発イグナイトは足りるか。いやオートアタックが届きました。そしてリバーの中では英雄降臨うまく避けていないスティールですね。ここでアパメンのオートアタックが届いた。ダッシュのタウントも入ってヘラルドが一度ピットに戻ります。さあ体力が減っているのはアパメン。そのままシャットダウンゴールド獲得はエビ。そしてダッシャー逃げ場がない。ダブルキル獲得はエビだ。タッスルも合わせてここでエビに3キルが入りました。これでトップレーン不利だったところが一気に解消しますし
今集団戦の入りとしてはまずカズ選手、アリア選手の完璧なボンボコンボが決まったと。ただエビ選手が離れていたので決定打にかけるような状況から集団戦始まったんですよね。そうですね。ここ ECC は入っているもののダメージ出すプレイヤーがいないという状況の中で、AB 選手が仕事しましたね。いや、ここタスに全てのスキル当てましたね。完璧ですね。状況として1人浮いてしまったタッスル選手をすぐさまフォーカス、スキルも無駄なく使ってますし、最後の最後までずっとダメージ出し切ってますね。あのダッシャーと私ちょっとアパメンを勘違いしたんですけど、その辺がですね、あのアパメンのキルって表示が出た瞬間にあれヘラルドのオートアタックでしたね。あーそうでしたね、ええ、さあリプレイから戻ってきてドラゴン47秒前、 DFM としては序盤ちょっとソロ級が起こったりで不安定な立ち上がりだったもののきっちりと軌道修正は行えたと思いますね。ここはフックで捕まえたが後ろからスティールがやってきたので、そのまま構わずエンゲージ、数体力がこれヒールで回復していく。ビタボンが他の縛っているのはタッセル、キラーボイドでうまく逃れつつ、ただしここでスネアが入った。束縛のエクリプスからダメージを狙っていくのはゼニットですが、ここに寄っているのがエビ。エンマックからスティールと合わせてダブルキル獲得です。そしてヘラルドをボットレーンに召喚、テレポートでトップのカバーにアリアが向かいました。この辺のマクロ的な判断も素晴らしいですね。何より、まあ、トップサイドでアドバンテージを取った後すぐさまその育ったエビ選手を生かしてのテレポートでのボットセットアップというのも非常に良かったですね。さあボットのタープレート、これで全て破壊できそう。しかもユタポンに相当なゴールド、これ入りましたね。これで育ってほしいプレイヤーがきっちりとゴールド集まっている状態作れてますし、リプレイです。これ今もともとレルが出てきた当初はスレッシャーカウンターだっていう話あったんですが、今そうとも言い切れなくなったのが、この後 W 中にアルティメットを打たれると止めきれないんですよ。ここかなり痛かったですね。あとダッシャー選手の Q がちょっと離れて打ちすぎてしまったためにカズ選手落とせなかったというのも大きいですね。これもしアンコール連鎖してたらタッセルまで持っていかれてましたね。大変なことになってたと思いますね。さあアリアのビルドが面白い。ムーンストーンの再生からメジャイを購入です。ムーンストーンの再生、まあ、サポートでは鉄板ビルドなんですがミッドでもここ変わらないんですね。やっぱこのアイテム強いんですか。強いですね。さあボットエビが1対2の状況、煙幕の中に隠れつつフック引っかかったが逃げることに成功。アンコールで捕まっているのはアパメンだ。スティールのダメージで十分キルに届く。そしてエビは1対2を立ち回りながら英雄降臨1対4、これは逃げられない。ボットレーンの付近では1キロ DFM が、ボットレーンでは SH が1キロ獲得。タワーボットのアウタータワーに SH これでつながりますが、ミットが危ないぞ。タープレートはまだ残っている。残り10秒でなくなりますが1枚剥がすことに成功。さあここのトレードどうでしょう。トップのタワーも取れたとなるとプレートの数も含めて DFM が若干得をした形にはなりましたね。これユタの所持金結構な額になってるんじゃないですか。 CS で言うと通行は差はないんですが、そうですよね、完全にキャリーできるだけのビルド整ってしまいましたね。6800、まあ、6900ですか。1100ゴールドの差がゼニットとありますね。トップジャングルも十分に勝っている。全体的なゴールドを見てももう3000ゴールドの有利を取っているのはデトネーションフォーカスミ。タープレート1600ゴールド、凄まじい数取ってますね本当に。まあ、ヘラルドを持っているタイミング、まあオブジェクトが取れる期待値が高いタイミングでの
集団戦を起こす能力、勝ち切る能力というのは本当に高いチームですね。さあカウントを狙ってスティールに入ったがフックが入るのを見てラグナルク発動。おっとボットレンドは1対1、イグナイトはクールダウンです。レベル11になったエビ、横からカズがやってくる。ワールドエンド切れそうですがここは無理はしない。そのカズが戻ってくるところを少し狙ってやろうとタッセルとダッシャーが隠れていましたが、ここはしっかり迂回することができています。ミッドレーンを押し続けていくのはデトネーションフォーカスミー。ボットレーンでここでエビが姿を消してミッドにプレッシャーをかけに行きます。森の中でタッセルが見ているのである程度位置を把握できるでしょう。コントロールワードにエビが移ってこれで状況を把握できました。ミッドのプッシュも一度やめて FM も各自に3回、ユタポンは一度トップにファームに向かってますね。あとこれ面白いのはコーポラル選手が 11.1 パッチであればシュレイヤーが鉄板なんですが、はい、初手かなりシールド量もしくはピールといった部分にフォーカスをしたビルド選択をしてますよね。今回ガーディアンといったところで、まあ、ランタン上げですかね。あ、E がレベル3、 E レベル E3 つ上げからの W 上げですか。ちょっと面白いです。おっとエビがパッスルに仕掛けていってランタン使った後逃げられないのを見てアンコールから仕掛けていくのはカズ。タワー下取り残されたのはコーパラル。ダッシャー寄ってきて間に合うか。いやーリアのダメージ足りました。2キル獲得。タウントは入ったものの反撃の手はないか。月光の家からスネが入って横からアパメンが出てくる。さあこのままユータボを落とし切ることに成功。カズは逃げ延びたが返しの1キル入りました。ゼニットが少しスローを受けている状況。エビ手裏剣は当たりました。ここはさすがに飛び込みません。人数差1キルと2キルの交換。タワーがもう持ちそうにない。ここは割り切る判断です。アパーメンもスネアで捕まった。ワールドエンダー使って一気に、ただしここが回復していく。援護クロスタイルしっかりと当てた。ここからデトネーションフォーカスに人数差ができた。煙幕が切れた瞬間狙っていくのはゼニット。オートアタック届いてエビを打ち取りました。タワーは破壊しましたがかなりキルを稼ぐことに SHG 成功です。しかも今ゼニット選手にきっちりゴールドが集まっていたのでトレードとしては DFM 若干不利な気がしますよね。これ通行入りましたか。入ってないですか。なんかこうああいったシーンだと結構タワーだけでスマートに終わるみたいな印象もありますけれど、まあ、その後の追撃部分でアリア選手の E のスネアが入ったといったところでもう1キル取ってやろうという場面だったんですが、ここはゴアドリンカーの回復力の高さというのが、さあいいフックが入った。ただそこからのアンコール4人に決まった。英雄降臨カウンターするもののどうにもならない。ダブルキル獲得はエビ。そのまま冠水によって追撃をかける。アパーメン逃げたいがアルティメットはまだクールダウン。手裏剣しっかり当ててブリンクからエース獲得。デトネーションフォーカスミー。セルフィンが強すぎますね。めちゃくちゃ綺麗に決まりましたね。いや本当にカズ選手がフロントを張ってプレッシャーをかけさえすればアルティメットの射線が通ると。さあドラゴン獲得。デトネーションフォーカスにバロンが取れそうな勢いでしたが実はバロンまだ湧いてないというところがあります。かなりゲームテンポ早い試合ですね。リプレイです。そうですね、もうフロントラインの2人が前でアグロ受けながら敵が狙ってきたらセラフィーのアルティメットで判定。これ今結果としては4人入っていたんですが、はい、3人以上入ったらもう SHG としては主導性の形保てないですね。エビ選手も、まあ、英雄降臨しっかり見てから後入りして暴れ回ってましたから一気に賞金がつきましたね。なんか今シーズンの F を見ていてやはりこうユタポン選手の活躍ありきの集団戦みたいなところはかなり目立ってはいたんですが、まあ、キルが入っていないだけといえばそれまでですけれど上さんにすごいことになってますね。あと何より、まあ、やはりアリア選手がサポーティブなキャリータイプではなく助教を作る側のチャンピオンを選んでもこれだけのクオリティの試合ができるというのは大きな手札になってきそうですよね。メジャー25になっちゃいましたね。もうこれで十分火力も出ますね。
さあ SHG としてはここでゴールド差大きく開かされる形になりました。7000ゴールド以上、Who Will Win では 93%、 集団戦勝った瞬間もっと高かったみたいですね。いやスティールの追撃をやめない、むしろ落ち着きましたね。スティールが追撃をやめません。アンコールつなげたがここは届かない。さすがに先ほどドラゴン前で同じパターン、スティール選手を狙いに行ってカウンターというのがあったので、政治としても警戒してましたね。なんかちょっとざっと今見えましたけどね。さあアルティメットはこれで2つクールダウンになりました。デトネーションフォーカスに、ただしプレッシャーをかけるだけでその時間を稼ぐだけの余裕はあるか。各レーン押し込みつつです。エビはテレポートがありません。視界を消して、やはりアルティメット落ちたのでここは少し落ち着きそうですね。この間に SHG としては、まあ、ゼニットにゴールドを集めたいですかね。そうですね、今通行アイテム、まあ、集団戦では戦えるビルドとはいえ相対的にはかなり、特に板本選手も3コアですからね。アリアにプレッシャーをかけますが捕まえることはできない判断。そしてクールダウン戻ってきました。アンコールもラグナロクも使える状況です。そしてドラゴン1分40秒前、今回はマウンテンソウル、 SHG はすでに2つのスタックを抑えていますが、ここをどう判断するか。 DFM としては当然ドラゴン取りに行くでしょうし、 SHG としてはドラゴンの取得状況自体はイーブンなので全然渡してもいいかなと思うんです。逆にテレポートを使って出して戻ってきました。ここでワードに気づいて、さあどうする、1分前だ。スティールはバロン前から合流、レーンワードがずっと刺さっています。さあカズ強気に前、おっとノックバック止まったぞ、ダッシャーそのまま捕まって身動きできずにデッド。これはレルとのエンゲージの距離感思った以上に広くできるんだよという話、先ほどカズ言っていましたが、ちょっとそれがそのまま刺さったような形になりましたね。しかもフロントでかつ重要な CC 要因が落ちたことによって、おっとただエビタワーダメージをもらいすぎたぞ。アパメンのアルティメットはただこれ取ることは成功ですが、自身もアルティメットはこれ切ります。その間にバロンに触っているアンコールは外れた。フックは当たっていない。バロン触っていますが FM どうする、一旦やめて相手を捕まえたい。さあゼニットにボイドシーカー当たったら見て一気にユタポン前へ、ここでフレインを使ってコープは味方を助けますが自身はデッド。ゼニットはフラッシュアウトで生き延びることはできていない。横からエビがやってきて狙いに行くか、シーカー当たった、飛び込んでいく、イグナイトをかけての9、あと一発ですがここは届かない。しかしここでタッスルに狙いを絞って、おっとここでアリアがフラッシュインから攻撃を届かせてゼニットダウン。ただしミニオンがやってきてないのでタワー下に逃げることができないと。ただ前に出てきたダッシャーをうまくかわして引き込んだ、そのままなんと FM ノーデッドで相手を倒し続けています。タワー裏エビはミニオンが来ていないので合流ができない。大これミニオン来ませんね、ミッドル止まってますよ。スティール選手にタンクしてもらいながらですね、いやアリアが分厚いシールドを張りながら、味方ともに戻ります。キルの回収のみとはなりましたが、これがこのままドラゴンにつながりそうです。いやアグレッシブでしたね、かなり全体で、まあ、特にエビ選手の1対1もそうですが、アグレッシブなシーンが多いですね DFM。 さっきのシーンラプターの前から始まったんですけどね、追撃追撃でしたね。エビ選手アルティメットの状況なかったんですけどね、飛び込んでいきましたね。さあこれでマウンテンドレイクも2つ目を獲得はデトネーションフォーカスミー、回復した体力の合計5375、圧倒的ですね。切ってそうですね、一応ゼニット選手が阻害買って
てるんですけどね、タッスル選手も。いやでもシールドもあるんですよ。そうなんですよね。ゼニットの火力でそこを上回ることができるかどうか。さあトラップを張っているのは SHG ですが、横から体の強い2人がやってきて強引に視界を取りに行く。エビはボットレーンです。またしてもこの時間テレポートはありません。SHG としては強引に当たれればというところもありますが、かなりのゴールド差、すでに1万ゴールド。いやコープラを見つけるや否や数を襲いかかりに行く。そして時期乱流手間に引き寄せてユタバン、ボイドシーが当たった。横からスティールやってきて、あっという間にコープラのダウン。ただそこに月光の稲が非常にいい形で入ったが、それに対してスティールが突っ込む突っ込む。英雄降臨来た頃には間に合わない。ダブルキル獲得はスティールだ。そして後方でアパメンがユタバンを狙っていますが、フラッシュアウトでかわして生き残ることに抵抗。さらにはタワーダイブの形がアリアがキルを回収。そしてアパメンも奮闘したものの、なんと DFMノーデッドでエース獲得です。これデスタイマー的にネクサスまで狙えそうですけどね。バロンも必要ないですか。26分ですよ。はや、今のメタで考えると本当に早いですね。いや削れる、捕まえはしたが抗いようはない。さあエビがレーザーで焼かれるのを待ちながらですが、デッドはしませんでした。さあここでネクサスを破壊、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。本当に DFM の新しい引き出しが完全に刺さった試合になりましたよね。そしてアリアがですね、DFM に入ってからなんというか変幻自在ですか。いや本当に面白いのか、当然集団戦であったりレーンのクオリティ高いのは、まあ、予想通りじゃないですか、加えて DFM 得意の中盤以降のマクロ的な動きという部分にも完全にフィットしてるんですよね。してますね。ここもスティール選手アリア選手囲い込んでからの集団戦。ちょっと SG 側は出す術ないですね。あと比較的サポートビルドにもかかわらず、これアリア選手相当ダメージ出してますね。いや出してそうですね。さあ結局メジャイのスタックも減ることはありませんでした。いや本当にこれは FM 多彩な戦略が取れる、そういう形になりそうですね。なってきそうですね。実際普通に明治チャンピオンを使って集団戦に備えるというよりは、エビ選手のところに勝負レーンを持っていった上でミッドジャングルで形を作っていくっていうのも確かに強いなと思わされるような試合ではありましたよね。そんな中でも SHG もまあトップでソロキルが発生したり、そしてボットレーンではしっかりドラゴン2つ抑えたりと流れはあったんですが、やはりヘラルドとパワープレート、ここの獲得の仕方がめちゃくちゃ綺麗ですね。特にヘラルドですね。あの場面で言うと若干 SHG の方が有利なのかなと、実際ポジションも取れていたわけですしだったんですが、本当にアリア選手カズ選手が相手の陣形を乱して崩れた部分をエビ選手が買っていくっていうのが綺麗に決まってましたね。そしてこの試合ではドラゴンバイのアンコールすごかったですね。いやあれすごかったですね。そういう意味で言うと前回の、一つ前の試合ではカズ選手のレルによる4人巻き込んだエンゲージですか、はいはい、もありましたし、集団戦のクオリティがちょっと他のチームと比べても高いですね。でもなんかやっぱりそれがデトネーションフォーカスミーっていう感じはしますよね。しますね、まあ、特に中盤以降の集団戦もそうなんですけど、マクロ的な動きも上手いだけに、序盤これでアドバンテージ取ってしまうとちょっと手がつけられないですね。なんかその先ほどのカズ選手のインタビューもありました、そのキャリーがしかし育ってきてそこからの時間だったら巻き返せる信頼がある、なんか分かるような気がしますよね。本当にそうですね。さあそれではインタビューの準備できたようです。見事勝利したデトネーションフォーカスミーからエビ選手にヒーローインタビューあるようなので、下月さんお願いいたします。はい、こちらにはデトネーションフォーカスミーのエビ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。本日2連勝で終えましたがいかがですか？いや正直僕この試合かと思いましたけどね。あ、正直僕のインタビューこの試合かとはちょっと思っちゃいました。なるほど。正直僕この試合ちょっとやられちゃったんで、なるほど、ちょっと悲しいですね。ありがとうございます。いろいろ聞かせていただきたいと思います。それでは家川さんお願いいたします。はい、それではちょっとまずドラフトの方からになるんですけど、まずこの本日 の、 その LJL の LJL においてですね、先ほどの1試合目では LJL 初となる、今シーズン LJL 初となるウディアをデトネーションフォーカスにピックし、そして今回の試合ではセラフィンミッドですとかアカリトップですとか、なんていうかこのデトネーションフォーカスミーがこうチャレンジしてるんじゃないかなっていう風に見受けられたんですけど、そのあたりエビ選手いかがでしょう？まあそうですね、本当にその名の通りチャレンジしてるっていうところもありますけど、やっぱりこういうのって結構選手から自発的にすごい提案とかがあって、特に今回のセラフィンミートなんかはアリアがソロランクで、あのセラフィンいい感じみたいな言って、じゃあやるかっていう雰囲気になってチームも、それテストしてみたら、あ、かなりいい感じにハマったんで、ちょっと本番でも使ってみようかなっていう感じですね。あ、なるほど、アリア選手からだったんですね、あのセラフィンミートっていうピックは。そして、そうですね、はい、あ、すみません、すみません、あ、どうぞどうぞ。あ、大丈夫です、はい。それではあの勝選手が先ほどインタビュー受けられたんですけど、ちょっとそのデトネーションフォーカスミー全体としてちょっとなかなか苦しい試合が続いたっていうような話だったんですけど、エビ選手自身はそのあたりいかがですか？あ、まあそうですね、まあ、正直ちょっとうまくいってるとは言えないですけど、まあ逆になんだかんだか、まあ、こんなもんだろうなっていう気持ちもあって、まあ、やっぱりシーズンまだ始まったばっかりなんで、やっぱりこれからどん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 仕上げていける余地が残ってるのかなっていう、逆に結構楽しみな部分ですね、僕的には。例えばエビ選手的にここがもうもっと上手くなればデトネーションフォーカスミー強くなるよっていうところあります？まあそうですね、やっぱりどこだろうな、まあ、結構さまざまなところっていう細かいところなんでしょうかね。あ、細かいですけど、割と今の FM って結構メンバーの、はい、なんですかね、パワーの強さを押し付けて勝ってるっていう感じがするんで、そこをもう少しチームとしてもっと連携を高めて、そのチーム力としてもあの個人技としてはやっぱり相手を上回れるようになっていけたらいいかなと思いますね。なるほど。ちょっとその個人技っていう話出ましたけれども、ちょっとそのエビ選手インタビューの冒頭で、あ、この試合かっていうところを言われたんですけど、ちょっとこの試合どうだったんですか？振り返ってみて、ここはうまくいかなかったねっていうところあったんですか？いやー、まあ正直ソロキルされちゃったのがもう僕結構悲しいですね。なんか割とあと何ですかね、この試合僕そんな特になんかした覚えなかったんで、あの結構さっきの試合のナーとかだったら、ね、いや、あのいいウルト決めたりもしましたけど、今回僕なんか自分でもなんかソロキルされたことしか覚えてなくて、正直もうなんかしたっけなみたいな他のところ。いや、その後の集団戦でですね、さまざま結構キルを獲得しまして、はい、まあ、最終的なスコアとしてはかなりいいものになってたと思うんですけど、そのあたりを、まあ、全てをこうひっくるめてもあのソロキルが大きかったと。そうですね、なんか結構あれさえなかったら結構まあまあ悪くないなって感じだったんですけど、結構なんかあれですね、もうちょっとひびの割れたあの感じですね。やはりそこはトップレーダーとしてなんでしょうかね、 1v1 っていうところでソロキルっていうのはそれだけこう重要なところなんだっていうことなんでしょうか？そうですね。ありがとうございます。はい、試合前のアナリストデスクで、エビ選手がデビュー6周年というお話が出たんですけれども、今シーズンの新人選手には実際にエビ選手に憧れて LJL 選手になっているっていう選手もいたりするので、こう実際に憧れられたりこうカリスマ的な立場になってみていかがですか？あ、まあでもやっぱりそういう選手たちの見本になるとか、まあ、そんななんかその高尚な気持ちはないですけど、まあなんていうんですかね、やっぱり僕がプログラムを始めた時ってやっぱ僕が一番トップじゃなかった時代にやっぱり僕も始めて、やっぱりその時代の流れとともにやっぱり僕がそうやって僕をそうやって尊敬してくれてる選手が出てきてくれたっていうことは、なんですかね、やっぱそういう選手たちになんか恥ずかしくない姿をやっぱり見せていきたいなとは思いますね。やっぱりかなりじゃあ自分のモチベーション的にもプラスになっているということですね。そうですね、やっぱりあと新しい選手出てくるのはすごい僕も楽しみですね。なるほど。いや、6年選手を続けられてるっていうかなりすごいことだと思うんですけども、この6年 LJL 選手を続けているこの秘訣とかってありますか？
やっぱりそうですね、まあ、やっぱりいろいろあるんですけど、やっぱり何回も使っちゃう、いろいろあるんですけど、難しいな、かなりそのやっぱりどんな出来事に対して、どんな出来事からでもやっぱりその学ぶ気持ちですかね、やっぱり学びが、はい、自分のあの起こしたことじゃなかったとしても、なんだろう、自分が何かしたらもっとプラスにできたんじゃないかとか、そういうなんていうんですかね、もう全てをプラスにできるような考え方がやっぱり役に立ったのかなと思いますね。なるほど、まあ、常に学んでいく姿勢ということですね。ありがとうございます。それでは最後に本日応援してくださったファンの皆さんに一言お願いいたします。皆さん、今日も応援していただいてありがとうございます。ちょっと僕この試合では恥ずかしい姿もねお見せしちゃいましたけれど、まあまだリーグ戦というかシーズン残ってるんで、やっぱりシーズンってその負けてから、負けたチームのが僕怖いと思うんですよ。やっぱりその負けたチームのがやっぱり上手くなっちゃうんで、なんかその勝ってるチームってやっぱりその負けた時ほどはやっぱり上手くならないというか成長しない、まあ、それはちょっとあれですけど、やっぱり負けた時ほどチームって強くなるものだと思うんで、その DFM も今勝ち続けてますけど、これからも勝ち続けれるように負けた時と同じような感じでフィードバックしてうまくなっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。デトネーションフォーカスミーから恵比選手のインタビューでした。それでは次の試合までインターバルです。出したより先に動く英雄降臨で追いつくことはできそうですが、さあそしてトップ1対1パーパメンうまく抱き見れた後フラッシュに仕掛けて援護の鎖入って、あと一発ファーストブラッドソロキルアパメン、さあ斧が入った、そこで立つ手が前、しかしこの状況からですが仕掛けに行くのカズ、そこに対してアンコール2人に入った、ダメージは足りるか、ショップレーンからよりも入ってくる、スティールとカズが少し体力が減っている状況です。ここにアパメンが合流、横からエビがプレッシャーをかけてタッスルに体力をみるみる削っていく、あと一発イグナイトは足りるか、いやオートアタックが届きました。そしてリバーの中では英雄降臨うまく避けていますスティールですね、ここでアパメンのオートアタックが届いた、ダッシュのタウントも入ってヘラルドが一度ピットに戻ります。さあ体力が減っているのはアパメン、そのままシャットダウンゴールドを獲得はエビ、そしてダッシャー逃げ場がない、ダブルキル獲得はエビだ、タッスルも合わせてここでエビに3キルが入りました。相手を捕まえたい、さあゼニットにボイドシーカー当たったら見て一気にユタポン前、ここでクレインを使ってコープは味方を助けますが自身はデッド、ゼニットはフラッシュアウトで生き延びることができる、横からエビがやってきて狙いに行くか、シーカー当たった飛び込んでいく、ユナイトをかけての9、あと一発ですがここは届かない、しかしここでタッスルに狙いを絞って、おっとここでアリアがフラッシュインから攻撃を届かせてゼニットダウン、ただしミニオンがやってないとタワー下に逃げることができないぞ、ただ前に出てきたダッシャーをうまくかわして引き込んだ、そのままなんと FM ノーデッドで相手を倒し続けています。目のゴールドさ、すでに1万ゴールド、いやコーポラを見つけるや否や数を襲いかかりに行く、そして時期乱流手前に引き寄せてユタポンボイドシーが当たった、横からスティールやってきてあっという間にコーポラのダウン、ただそこに月光の稲が非常にいい形で入ったが、それに対してスティールが突っ込む英雄降臨来た頃には間に合わない、ダブルキル獲得はスティールだ、そして後方でアパメンがユタポンを狙っていますが、フラッシュアウトでかわって生き残ることに成功、さらにはタワーダイブの形からアリアがキルを回収、そしてアパメンも奮闘したものの、なんと DFM ノーデッドでエース獲得です。26分ですよ。あ、いや今のメタで考えると本当に早いですね。いや削れる、捕まえはしたが抗いようはない。さあエビがレーザーで焼かれるのを待ちながらですが、デッドはしませんでした。さあここでネクサスを破壊、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。